皆さんどうも、ピーマンドウエスというわけで、今回ドラゴンクエストビルダーズ実況73回目になりますぞ。今回も第3章、マイラガライア編をプレイしていくのでね。10人1人にクエストが出てます。こちらのクエスト今回やっていこう。何二人でお湯に浸かってんだよ。お前らホモか。湯に浸かりまくるんじゃねえ。仕事しろ。さて、ガロンどうしたんだ。前回はリオ軍バトルクエストでございましたね。無事倒せたよ。そうだそうだ。このガロンだけが戦ってくれないんだよね。こっちの住人は戦ってくれてるんだけど。怖いんじゃないか。噛みすぎだろ、お前。舌ちぎれるぞ。俺とベイパーが寝られる寝室を作ってほしい。何そのプライベートな頼み事。俺関係ねえじゃん。寝室はシンプルなやつでいい。明かりと、あとは、わらベッド2つ置いてくれよな。あ、もうこれ完成できてるよ。クエストクリアじゃないかな。最悪、こいつ性格悪すぎるだろ。クリアじゃない？寝室を作ってくれでしょ？わらのベッド2つ置い、これで終わりだと思うけどね。ここ今、寝てますからね。この部屋、ホモに占領されるの？最悪じゃねえか。ああ、じゃあ、とりあえずまた、寝室は別で作ろうかな、こっちに。作っていこうか。うん。あれは料理部屋兼作業、部屋。まあ、料理部屋そっちにあるんでね。作業部屋でございますから。ちょっと俺的にね、これ以上、ホモに占領されたくないので、ホモはホモで別に隔離しときましょう。病気持ちみたいなこと言ってますけどね。別に病気持ってるわけじゃない。心の病気ではあるけどね。ここに作っていこうか。ホモの部屋、だからそんな広く、いや、広くしておこう。多分今後このホモたちはめちゃくちゃ来るぞ。2体だけじゃないからね。増殖していくと思う、ピクミンみたいね。気がつけば100体くらいになってんじゃねえか？本格的なピクミンになってるね。まあ、でもたくさんいるっぽいんでね。で今までの、この1章、2章の住人の数を考えたら、おそらくあと、5人以上は確実にね、このホモたちは来るので、5人もいたらですね、絶対この第3章終わる頃には俺のケツのアナルの処女はなくなってるだろうね。悲しいことですよ。よし！でかいのができたね。これでオッケーだ。ほんで下にちょっと土ブロック置いてね、この部分なんか削られてるんでね、一体何があったんだろうね、ここで。まあ、大変なことがあったんでしょう。まずい！夜来てる！早く取るもん取らないとまずいことになる。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。取って、あ、もう完全に夜来た。オーマイガーオーマイガー。早く寝に行こう寝に行こう。あ、でも待てよ。俺のベッド占領されてるな。悲しいね。あのホモに絶対占領されてるわ。ホモはもう人のこと考えないからね。自分の利益ばっかですから。うわ、お化け来た！ホモの霊だ！やめろ、来るんじゃねえ！ホモの霊よ、来るんじゃねえ！やめるんだ！落ち着くんだ、荒ぶるな。切るぞ。切っちゃうぞ。いいのかな？死ね、バカタレーが。レッツゴー。あ、でも今、ちょっとお腹減ってるからね。食べ物がほんとこの地全然ないので、今んとこ肉くらいしか食うものがないからね。その肉もね、ウサギが落とすんだけど、さっきいたでしょ俺が倒したやつ。あいつも全然落とさないからね。常に空腹、腹減ってるわ。こんなに腹減ることなかなかなかったよ、ここまで。よし。はい、オッケー。レッツゴー！完成かな？で、ここの土ブロック。いや、待てよ。レンガブロック置こうか。あ、また来たの？しつこいね。ホモの霊はめっちゃしつこいわ。ホモはしつこいと言うけど、霊もしつこいんだね。最悪じゃねえか。死んでもしつこすぎるわ。よしよしよし。で、ここはちょっとレンガにしておきましょう。ドケイ、レッツゴー。で、レンガ置いて。ポン、えいゆー。あ、じゃあこっちにももう一つ置こうか。あ、ちょっと待って、これ破壊しちゃあかん。こっちこっちこっち。初期からレンガあるのはいいよね。家をこう、なんていうの、おしゃれな感じにできるよ。最初の方はやっぱ泥ハウスになるからね。不格好なね。何のセンスもない。どこ置いてんの？で、もう屋根とか作らなくて OK ですね。この、第3章では屋根は基本なしでやっていこうと思うんでね。で、その他レンガいろいろと回収。OK。レンガはまだ作れないんだよね。粘土。あ、でも粘土取ってるか？作れるか？まだ必要な、あれだあれだ。かまど的なものがないんだ。あれがないから作れない。あれを作ると作れるようになるはずだからね。あれ作るためには鉄鉱石やら何やらいるんじゃなかったっけ？鉄鉱石もまだ取れてないので、おっと待て、拠点を狙うモンスターが現れた。なんだ？どこに来た？どこに来た？ぶっ倒してやる。あっちか。違う、どこだ？わつ、いねえ。嘘つかれた。マジで？全然いないんですけど。どこにいる？あ、いた！サソリがそっちにいるわ！
大木槌みたいにこのサソリは破壊してこないからね。死ね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 。あ、2体もいるの？の、ボコされる、リンチされる。朝になったら俺、死体になってる。やめて。イエス、ナイス、グッバイ。ふぅ。イエーイ。あぶね。冷え冷えになるとこだったわ。おっと、朝が来たかな、これ。まだか。ちょっと明るくなったような感じがしたんだけどね。で、で、ここレンガ置いて。オッケー。で、もう一つおまけに。イエス！で、ここ、あれだ。あれ。あー！どうしようかな。まあいいか。よし、これでオッケーだ。で、ここに、藁の扉を置いて。あ、朝になったね。ホモが起きてきたよ。早いな。ホモの朝は早い。なんか NHK のプロフェッショナルでやってそうだね。ホモが朝は早いって。まず風呂入るとこから始まる的な。気持ち悪いわ。誰も見ねえ。視聴率ゼロだ。木の扉作りたいな。どうだ、作れねえ。機材が必要になるのか。持ってないからな。鉄のインゴットなんてなおさらないわ。足りないものだらけだね。で、藁の扉。よし、これを置いて。イエース！ホモ部屋完成でございます。これね、シンプルな部屋だよ。やることは一つしかないね。ケツを掘り合うだけだ。で、ちょっと待って。何が必要って言った？お前。うん。ホモの発想だね、これ。友情じゃねえ。わらベッド二つと明かりを置いたね、必要早いとこ置いてくれよ。シンプルなホモ部屋を作れって言ってんだね。それなら別にこっちでも OK なはずなんだけどな。おかしいよね。わらベッド二つ置いて明かりもありますから。なぜこれが部屋として認識されてないんだろうね。もう他のもの置いてたらダメってこと？収納箱もこれもいらないってことだよね。そういうことだ。シンプルにホモ部屋早く作れこの野郎。掘るぞこの野郎って言ってきてんだね。やばい、掘られる。どうしようかな、これ。ベッドはどう置いていけばいいんだろう。二つ並べるのかな。並べとこうか。並べとこう。どんなリアクション取ってくれるんだろう。喜ばれるか殴られるか。いや、絶対喜ばれること間違いないでしょうね。で、松明。いや、壁掛けの松屋には、銅のリンゴとか足りない。なら、松明で OK だ。イエス。この松明さえもちょっと、卑猥なものに見えてきたわ。ただの棒なのに。なんでだろうね。おかしいわ。はい、松明ここに置いて。デリコ。イエーイ！ナイス！これで、クエスト、あ、クリアですね。クリアだ。オッケー。これ、松明ちょっと部屋の角っこ4個置いときましょう。すんごい勢いできたわ。ホームはスピードが速いね。はは、解除再生が鍵だ。すんげえかっこいいこと言ってるね。なんだ、そんなサプライズあったの？気持ち悪い、やめてくれ。全然サプライズじゃない、罰ゲームじゃねえか、お前これ。あ、藁のベッドくれた。嫌だ、もうなんかいろんな液体染みついてそう。嫌な感じ。あ、またガロンにクエストが出ましたね。もう出よう、怖いわ。怖い。俺もここで寝るわ。料理部屋で寝る。もうあそこで寝られないわ。恐ろしいこと言ってるもん、あの子。怖え。ついに本性を表しやがったな、このクソホモ野郎が。もう近寄りたくないね。OK、じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。住人からの依頼はシンプルな願いでございましたね。ホモ部屋を作ってくれというわけで、願い通り作ってやったよ、ホモ部屋をな。一体何をするのかわかんないけどね。まあ、やりたいことやればいいんですよ。俺には関係ない話だ。俺を巻き込まないでほしいね。よし。次回の実況ではまたガロンのクエストがね、出てますから、そちらのクエストをやっていきたいと思いますので、お楽しみに。じゃあグッバイ、また会いましょう。